どうもかげやんです今日はですね抽象度の高い活動をしていくということについてお話ししたいと思います抽象的とか具体的とかねそういういろんな言葉というかそういうことがあると思うんですけどもよりね抽象度の高いのことを目的として活動する方がより大きな結果が出やすいんじゃないかなというふうに思っております 例えばですね、えー、お金を稼ぐためにですね、えー、具体的に落としまあ具体的に落とし込んで行動はしていくんですけども具体的な目的というかそのお金を稼ぐために何々をするっていうこういう目的でやる。 のと、えー、そのお金を稼ぐのを、もうちょっと抽象度を上げると、ですね、えー。信用を上げるというか、信用を高めることをすることによって、お金っていうのはもらえることになるんで、その信用を高めるために、〇、え、〇、ー、をするというふうに書いていくんですね。そうすることによってですね、その信用を高めるためにやるっていう目的の方がですね。えー、より行動が、こう、いろいろ、こう行動するエネルギーというか、そういう、そのエネルギーですね、そういう。 あの力も出ますしより大きな結果っていうのはやっぱりこう出やすいんじゃないかそ,その方が出やすいんじゃないかなというふうに、えー、思いますもちろんね短期的に見るとそのお金を稼ぐテクニック的なもので、えー、稼ぐことができるかもしれないんですけども長期的に見るとねやっぱり信用を高めるために、えー、やる行動によってその信用が高まってその自分の商品が売れたりとかですね、あのー、売り上げが上がったり、えー、長くその えー、お店を来てもらえたりととかそういううういい形にになるというふうに思うんですねだからその抽象度をねなるべくこうなるべくというか抽象度を上げ,る上げてそれを目的としてあの活動していくというそういうことをした方があのより大きな結果というか大きいものが得られるんじゃないかなというふうに、えー、思って 思いますということですね。ということで今日は、えー、中小度の高い活動をしていくということについて、えー、お話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。